してやる。この世から一匹残らず。一匹残らず。よう、五年ぶりだな。でも、もう心配いらないよ。おじさんたちと一緒に行けば。ありがとう、おじさん。死んじゃうよ、クソ野郎。お前らなんかこうだ。こうなって当然だ。もう立ち上がるな。しかし、その一歩は我々人類にとっての大きな進撃になる。頑張って。お前らができるだけ苦しんで死ぬように努力するよ。何にも変わってねえな、お前は。何にもできねえじゃねえかよ。取った。それは希望かもしれないし、さらなる地獄かもしれない。それは進み続けた者にしかわからない。ちょっといいですか。今からか。いいんじゃない。まだ開幕まで時間あるよ。こちらです。ああ、よう、四年ぶりだな、ライナー。エレン。多分生まれた時からこうなんだ。俺は進み続ける。敵を駆逐するまで。離島勢力へ宣戦布告を。三奪者エレン・イェーガー、最後に言い残すことはありますか。今だ、ミカさん。嘘だろ。よせ、やめろ、やめろ、やめてくれ。戦わなければ勝てない。戦え、戦え。多いな。何人いる。ここにいる者以外にも俺たちの味方は兵団内に潜んでいる。ジークの居場所を特定する。君はそればっかりだね。誰かとそっくりだ。お前らと話がしたくてな。エラーで合ってるよね。床に散らばった後じゃ。いや、わかる。あんたは撃たない。
始祖の巨人を殺すことは許可されてない。命令は必ず始祖を奪還せよだ。来いよライナー。私は命を救う医者だ。何をしてる？立てよ父さん。忘れたのか、何をしにここに来たのか。犬に食われた妹に報いるためだろう。復権派の仲間に、ダイナに、クルーガーに報いるために進み続けるんだ。死んでも死んだ後も、これは父さんが始めた物語だろう。壁の巨人はこの島の外にある全ての地表を踏み鳴らす。そこにある命をこの世から駆逐するまで。なんで泣いてるの？走れ！走れ！島を、エルディアを救うため。それだけじゃない。外の現実は、俺が夢見た世界と違ってた。がっかりした。全て消し去ってしまいたかった。ごめん、ごめん、ごめんなさい。またあなたに会いたい。マフラーを巻いてくれてありがとう。